忍橋歩道橋から忍山を望む地図忍橋は福島県福島市にある道路橋である。福島市街地南部を流れる一級河川、荒川最下流部にかかり、福島県道148号水原福島線を通す。北岸は柳町、南岸は南町に位置し、橋のすぐ東側で阿武熊川との合流点がある。古今を通じて福島を象徴する。 名橋であり、江戸時代には福島城下町の玄関口として、現在は福島市街地の玄関口として機能している。現在かかっている橋は、記録が残る名前が付けられた架橋としては6代目、忍橋を名乗った橋梁しては、現在4代目にあたる1932年に完成した全長185.01メートルのアーチ橋である。 日本百名橋の一つに指定されている。北岸の福島城下川には、水運の拠点福島橋や欧州街道、米沢街道があり、南岸の片木田村川には、欧州街道、合図半領へ通りずる、山の大土湯道が整備されていたため当地は、旧来より、重要な交通拠点であり、仮橋以前は、須川の渡しという渡し船により、須川を渡る往来がされてきた。 1688年に現在地に記録が残る。名前が付けられた河橋としては、初代の橋である菅川橋が1704年までの期間かけられた。木造の橋で長さおよそ80メートルであったとされる。その後1700年代未明に、再び木橋の河橋が行われ、渡るたびに、ガンタラ、ガンタラと音がすることからガンタラ橋と呼ばれていた。 洪水時には昇板を取り外す仕組みになっていた。1873年、初代忍橋にあたる全長72メートル、福音5.4メートルの木橋が建設され、1874年8月に、竣工した。橋の形状が、当時の江戸日本橋に似ていたことから忍橋は、福島の日本橋と称されていた。しかし老朽化が進み、1883年10月に、 豪雨により、落橋した。直ちに県令、三島道常は、県土木下八島出資原口博之に掛け替えを命じ、1885年7月15日に二代目、忍橋が竣工した。落橋の危険が少ないとされた石橋として建設され、長さ約191メートル、福員約7メートルの十三景観上ェ式四季三原アーチ橋で、十三眼鏡橋とも呼ばれ、 親しまれた。忍軍群金谷川村から切り出した、三影石を使い、美しい衣装から西経として全国に紹介された。予算は5万円、総工費67,600円63銭6輪と巨額の建設費が投じられ、福島町側には、西の親柱に鶴東の親柱に、亀の彫刻など豪華な装飾が施された。現在は、 鶴の彫刻の行方は不明だが、亀の彫刻は後に発見され近隣の民家に保存されている。また、当時の親柱は北川田元の公園や福島市立福島第一小学校などに一区保存されている。その美しさから忍橋は東の近代橋と称されていたほどの名橋であった。しかしか今日から6年後の1891年6月、荒川を 記録的な増水が遅い落橋。メガネ橋が河川流域を狭めていたためであった。1897年に掛け替えが行われ、三代目忍橋が竣工した。洪水による流出を避けるために、目的混交化路式トラス橋として仮設された。全長は191メートル、福音は5メートル。橋脚などには二代目忍橋で使用していた石を再利用していた。 現在でも、橋梁下部に三代目忍橋の橋脚の跡を見る、ことができる。しかし木製トラス部分の普及が始まり、十年後の1907年12月に、現在利用されている四代目忍橋が竣工した。二代目を彷彿とさせる鉄筋コンクリート造り7、景観、オープンスパンドレルアーチ橋で橋である。欄干は、第二次世界大戦中に、 金属資源として供出されたが、1952年の福島国体開催を機に平和への願いを込めて、オリンピックの五輪を模したデザインで作られた。1984年に橋が大規模改修され、親柱の照明の取り替えなどが行われた際、高覧の全面的な模様会も検討されたが、橋の歴史を尊重する意見が多かったために残された経緯がある。当時は、 国道4号の橋であり、車道も歩道も一体だったが、交通量が著しく増大してきたため車道を拡幅する必要が出てきた。1971年に歩道用の橋が付け足され現在の形になっている。この工事により拡幅された橋脚には、かつての忍ぶ橋を彷彿とさせる石組みの模様があしらわれている。その後1972年の国道四号福島。 南バイパスの開通により、1988年まで国道115号の橋として使われ、国道115号福島西バイパスの全線開通を機に国道指定を外れ、福島県道148号水原福島線の橋となり、現在に至る。ありがとうございます。